ザーサイ、ザーサイとは、アブラナカアブラナ族の越年層。また、それから作られる、中国の代表的な漬物のこと。ザーサイは、カラシナの変種であり、茎の基部が大きく肥大しているのが特徴である。植物としてのザーサイは、中国で茎流アクタ、茎竜悪多、防防菜などとも呼ばれる。日本でも茨城県つくば市や、神奈川県三浦市で、商業生産されている。 生野菜として、さらに葉と一緒に漬け込んだたまり漬けとして、中華料理店やスーパーに出荷されている。味はさっぱりとして、苦味があり、脂っこい料理に合うと勧められている。漬け上がったザーサイ洗って刻み、湾に盛ったザーサイ漬物のザーサイは、宋代の州で作られ始め、1930年頃から、当時の四川省不良県特産品として、本格的に流通するようになったという、 比較的歴史の浅い漬物である。多くは、重慶市で製造されて、特産品として有名であるが、後に、石膏省加工市会、根イ市、広州市小山区、関東省四海市、湖南省小丹市などにも広がり、台湾や日本でも作られている。生産量は、年間約20万トンで、うち2万トンが日本に輸出されている。 収穫したザーサイの茎の肥大部を天日に干し、一度、塩漬けにしてから絞って、塩分を抜き、調味料と共に亀に押し込んで本漬けする。ザーサイの名前の、作は、塩水を絞ることあるいは絞るように亀に押し込む、ところから来ている。最初の塩漬けだけをしたザーサイもあり、香辛料で本漬けしたものは、四川ザーサイと呼ばれ区別される。塩抜きしてから刻んで薬味にしたり、 ごま油で炒めて食べる。中華がゆには欠かせない薬味であり、中華まんや餃子の具にも使われる。酒の魚としても食べられている。中国では、鶏卵ともに、スープにしたり、炒め物の具、何食いと麺などの麺料理の具の一つとしてもよく使われる。中国では亀に漬けたもののまま流通するほか、大きいままのホール、スライス、細切りなどの状態で、缶詰や、 真空パックにした商品が流通していて、日本でも中華街や業務用スーパーで入手可能。日本でも非常に人気のある漬物である。桃屋が1968年に発売した、超湖の瓶詰め商品が有名で、普及に貢献した。ただし、多くは日本人の好みに合わせて、唐辛子の辛味を抑えたマイルドな味付けになっている。前述の中国、不良は、 世界消費量の半分程度を生産する。桃屋の現地工場を含めて、伝統的な製法では1年ほど熟成させるが、近年は技術進歩により、半年程度の熟成で出荷する工場もある。ありがとうございます。